はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども OB で登場してました石井武弘投手を使ってリアタイやっていこうと思います。正直に言うと石井投手を甘く見てました。前回行われたパリーグ杯で石井さんを初登板させましたけどもかなり強かったですね。というのがこの変化量が5の A のパーム、石井さんを甘く見たというよりはこのパームを甘く見てました。特殊能力の方では超コントロール20丸、タイピン近いとキレと特能3点セットはかなり強いです。タイピン近いが発動しますと変化量が6の S のパームを放れると、そして抑え適性を持ってます。中継ぎでピンチの場面で登板させましたが初見だったら打てないんじゃないかというぐらいかなり強かった。超高速で強かった石井さんをランク戦でも中継ぎで起用していきたいと思います。それでは行きましょう。さあまずは高校でピンチになったらもう石井さん登板させようかなと思います。石井さんの動画はいつかやりたいと思っていながらなかなか動画が出せなくて、もう2023のシリーズ1になりましたけども、超高速であんなにね強かったと思いませんでしたね。まあ、だって起用法的には先発で登板させるのは厳しいかなと思いますね。やはり中継ぎで、まあ、特能もパームを生かしたピンチの場面で登板させるのがベストかなと思います。プレ何やっとんの。あ、これファーボールだったら応援歌鳴りやまないバグが発生するのか。あ、でもこれちょうどいいかも。あー絶好じゃないここの場面。さあ石井武弘さんの登場、タイピンチ全出し。よいしょ。タイピンチもそうですけども超コントロール、 OK、 高さでもパームを生かすという、さっきは落ちない方でこれが落ちる方、そうここからでもボールになる変化量の落差がすごい。で少しスライダーで散らしながら、そうでちょっとシュートで惑わしたりして、これ入るのよタイピンチが、からのとどめがパームボール。いや振るよこれは、振るよ。いや強いパームが、でも全出し、ちょっとやる気出しすぎ。 OB から出番がなかったもんですからなかなかね、やっぱやる気が満ち溢れてる。まあそれでもやはりここで投げるのがパームボールで、ここでちょっと落ちないところを使う、そう今のボール球なんですよね。でここでちょっと斜めに動くからね、パーム入れさせない、そうもう自分でもわからないとこからのパーム、いやーいいよ、まだ大丈夫。ちょっとスタミナやっぱ減るの早いな。いやーそうこのフライを打たせる変化量をね変えてのピッチング、パーム強いわ。たださすがに次の回またいでは厳しいかなっていう風にはなりますね石井さん。オッケー、おーナイスフェア、いいよ一出荷したよここで。石井さんの企画だからここはなるべく投げさせたいですね。スタミナがある限りは、なくても使うかもしれない。いやー4番の穂高さん復帰してほしいな、頑張ってほしい。打線がかなり好調ですからね西武、現時点で10勝1番乗りと、ホームランもリーグ最多の15本持ってると。ここに穂高さんが入ったらどうなるんですかね。あと源田さんも入ったらもう盤石じゃないですかね。 OK、こうやって西武純正の投手陣が強化されていくのは嬉しいですね。中継ぎの層が厚くなるということも大事ですからね。 OK、 あ、いやこれはきれい、あー惜しい、いやー OK、 いやまた切れるか、ちょっとよっしゃー、やっと拾えた、しっかりと。これは粘り勝ちだな和田さんの。引っ掛けた。まあ石井さんをね投げさせることできるので、超コントロールとキレが強いや。ここボールでいい、そうからのスライダーを投げて、いやーもう曲がんない、あーでもスタミナがここで終わりか、
頼む。やはり捕らえられてくるのか。買いまたぎってなるとやっぱ厳しいかもしれませんね、石井さんの場合は。まあ、それも検証しながらのやっぱ打ち上げるんだわ。そこ変化量が大きい上に高さでまた小さくなるという、そこについていけなければ結構やっぱ刺さりますね。ちょっと逆にスタミナがなくて変化量が下がった分打ちにくくもなるのか。おお、 GG さんだ監督。それでもミートゴリ下げ、ゴリゴリ下げてく。で変化量で勝負をつけると。よしよしよし、まだまだ追いついてない。でもちょっと低めにわざとらしくボール球にする。真ん中でいやらしく。いやーいいね、このちょっとカーブ的な感じに曲がるのがいいですね。で軽くちょっと遅い球で、速い球で、そうそう、いいいいいい、やっぱコントロール良すぎる。でここでやっぱ勝負はパームという。頼む。いやーちょっとここはあえて変化量が落ちる高めで勝負できるか。あ、さすがにもう5人目だからきついかな。いやタイピン出してきたよ。あ、変える？いやーそれでもタイピンは変わらず。よしちょっとぜひ石井さん持ってる方ね、試してほしい。あーちょっと日をまたいで次の日に2試合目ね取ってますけども、球場減りましたよね。ベルーナドームが使えなくなってる。後々また復活することを願いたいですけども、日ハムの新球場と一緒にもしかしたら登場するのかな。それも踏まえて期待していきたいと思います。今回のアップデートで覚醒専用の限界突破コーチも来るという、まあ、メヒアさんでしたり吉川さんでしたり。いやあ、出荷した。ああ、青森県からどこ行くんだ。どのくらいもらえるかっていうのも重要ですよね。走れば走れた分もらえるのか分かりませんけども、自分覚醒の宇都宮哲也さんも復活するかもしれないという、かなりで今期待していますので。よいしょ、ここで宇都宮さんが復活してリアタイで使うようなことがあったら、もうそれはそれで自分的にも個人的にもかなり激アツですね。おっと、すっごい、もう復帰できるんじゃない。よいしょーどうした。いやーさすがチャンスにじまる。あ、やべ、今源田さん代打すると思って投げなかったでしょ、まさか。ほう、やっぱこういうフォームはナンバーワンだわ、一番打ちやすい。落ちる。あ、落ちた本当に落ちた。さあこの盤石のこのパームボール、ほらこの落ちないパームね、もう何回見ました昨日の試合から。これをこうなるんですよね、パームをバカにしてはならない。あ、うまく拾われた。いえ、ライトゴロ。一球ちょっと、まあ、シュートで変化をつけまして、こうやってなんか少しね揺さぶりつつも、やっぱ攻めはパームにもなりますけども。うわー、うまく拾ってきた。パームに強いお方かなこの人。これボールでいいよ。そう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 。でも最後はパーム。いやー空振った。ビタビタ。あ、まっちょっとスライダーでも変化をつけながら取れるよ。よし、オッケー。まあ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 、こういう時もあるよ。